これがツアージャパンですからね。ツアージャパンですか。って書いてありますね。ただ写真はサイレン内の写真を使ってる。借り物じゃない音楽っていうか、なんかアイデンティティ的な日本人しかできない音楽みたいなのを追求し始めた。そこからね、また島唄に繋がっていく、ね、ということなんですけど、今回ちょっと面白いものを見つけてきまして、これ僕は全く記憶になくて、さっき言ったらめっちゃ面白かったですね。ザ・ブームの勧めっていう、絶対プログですよね。ザ・ベストヒット11月号特別付録とかになります、はい。そんな雑誌があったの。雑誌ですか、ね、雑誌ですね。音楽誌の付録の表紙。いいですね、ブームっぽいですね。レッツスタディアバウトザ・ブームって書いてあるから。そう。で、なんかすごいですよ。さっきびっくりしたのが、このジャパネスカができて、なんかいろんな方に、他のアーティストに聞いてもらったっていうことで、一番、なんかね、全く直接お話ししたことないと思うんですけど、チェッカーズ、リーダーの竹内さんがコメントくれてるんです。ブームのジャパネスカを聞いてくれてた。私は考えていると、ザ・ブームが好きなんだと思う。でも追っかけは決してしないと、なぜなら私はチェッカーズ。そうでしょうね。このコメント。何このコメント。追っかけしないでしょ。ジャパネスカを聞いた。で、思ったが、この人たちはフォークだと思う。うん、確かにスカでレゲエで沖縄なんかもしているが、全体的に見ればフォークしてていいと、中央線なんか特に絶品だ。これからも頑張って日本のスカを追求してほしい。結局、スカ追求するからみたいな。でも、なんか言い当ててるんですよ。要するに、なんか、リズム、とかっていうではなくて、フォークっていうことは要するにすごい日本的なものと、あと歌詞っていうのをすごく大事にしているバンドだなっていうところで結構見抜いてる。なるほど、まあ、ある種ブームとしての狙い通りっていう。そうですね、そうですね。ちゃんと聴いてくれてるなと。なあとは、まあ、タミオ君だよね。タミオ君、ね、年が近いんで。ブームの曲は前から好きだったんですけど、タイトル一致しないんですよ。この間、ポップヒルってなんかもうイベント見なかった。金沢のポップヒルですね。まあ、大きいイベント時に中央線でしたっけ、あれを聞いて、なんとなく雰囲気が気持ちよかったです。でね、ね、これ、ね、そのジャパネスカの、頃に、おそらく僕に会ったんだけど、はい、ジャパネスカの切れっぱしって書いてあるんです。はい。これ全曲紹介があるんですよ、全曲紹介が。はい、すごいですよ、ちょっと拾って、ね、聞いていきたいと思います。はいはいはい。まあ、1曲目がね。100万粒の涙なんですね。はい、宮沢さんに、なんで沖縄、民謡の曲でやられたと思いましたと、インタビューの方が聞いてるんですけども。無責任にやれる音楽じゃないって言ってますね。言われてますね、うん。まあ、僕らは僕らなりに文化を解釈して、作ったと、うん、歌詞やメロディの場面で、まあ、アップさせようとかバーンと展開をとかすごく考えましたね、うん、まあ、言われてます。山川さんのコメントもありました。何してますか。質問がですね、シャッフルのスカに仕上げたかったからそうなったんですと。山川さんは気持ちいいですよ、うん、やっててすごい、うん、僕一言だけ持ってます。どうですか、100万粒の涙出来上がって。沖縄民謡は当たり前ですけどね、あの三線と、まあ、太鼓とか西洋の楽器はベースとかドラムとか入ってないんで、アプローチがどうやったらいいかなっていうのはだからすごい悩みましたけど、一から考えたっていうか、考えて作ったっていうか、お手本がないんで。ベースラインを作るわけです。ベースラインをね、作りましたね、一音ずつ。何が大変でしたか。やっぱりお手本がないっていうのと正解がないんで、うん、こうやってみたけどこれでいいのかな、わかんないじゃないですか。山川さんの中ではその当時は自分なりの答えみたいなの出たんですか、うん、あのね、すごい聞いてて気持ちいいっていう、そのちょっと頭悪そうですけど。いやいや、同じこと言ってますよ。そうなんですよ。結局、それが正解かな。なんでかっていうと、うん、まあ自分の中にも日本のリズム、まあそのシャッフル、日本のこう、まあシャッフルって言っちゃうといろいろあるんですけど、まあ跳ねてるリズムなんですけど、そういうのが上がるんですよ、その演奏して。うん、そういう自分の中に流れてるうち、それまでは例えば8ビートとかロックとか黒人のリズムっていうのはちょっとこう無理やり寄せてってる部分があるじゃないですか。音楽に合わせてあるんですし、真似して聴いて取り入れて、血にもともとないものをやってる感じっていうのはどうしてもあったんだけど、沖縄のリズムっていうのはなんか自分の中にあるし、なんかあるなっていうのが分かったんです。それをそのまんま割と気持ちよく演奏できればそれでいいのかなっていう自分なりに答えを出した。なるほど、めっちゃかっこいいですね。なんとなく別に私は音楽すごくできるわけじゃないですけど、うん、感覚というのはなんか今伝わりましたね、うんうんうん、そのよそから借りてきた洋楽をやるんではなくて、うん、自分たちもともとあるものを やろうと。そうですね、
そういう意味でお手本がなくても自分の体とか感性が答えを出してくれるみたいな感じだったんですかね。そうですね。だからなんかその意外と日本には結構ダンスミュージックが実は多くて、まあ、ベースとかは入ってないにしても、はい、結構いろんな地方のそういうなんか CD とかをね買って聴いたりとか、ね、こんな自分のルーツを探してたみたいな時期でしたね。まあなんか日本人って盆踊りとか盆踊りとか踊りとかもそうですね。これ外人でいないですからね。ああそうなの。ドンドンドンカラカカトドンカトカラ、こういうのってもうみんなできるじゃないですか。日本人できる。外人でいないですよ。へえ。だからそういうことなんですよ、血って。なるほど。血っていうよりは環境ですよね、育ってきた。だから自分が黒人みたいなベースを弾けなくてもいいって思えたんです。今はまあ弾けますけどね。さすが神ですけど、今は練習してこう取り入れたんで弾けますけど、はい、あ、自分には自分の得意っていうと元々あるものがあって、はい、外国の人にはできないものがあるっていうのに気づいてすごい自信になったんですよ。なるほど、めっちゃいい話ですね、今日は。まあ、今日もですね。だからすごいちょっとこのアルバムぐらいからなんかちょっと自分に自信を持てるようになってきた。それまではこれでいいのかなとか。なるほど、思ってました。一つは聞き忘れましたけど、うんうん、ここのレコーディングも合宿だったんですか。合宿ですね。前回はね、その合宿が流行ってた。そう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 。次ですね、過食症の決め手、下食症の僕。うん、ここはちょっと山川さんコメントないんですけど。あら、不採用ですね。不採用。まあ、きっとすごい喋ってるんだけど、あんまりいいこと言わなかったんでしょ。そんなことない。まあ、宮沢さん、もうちょっと可愛い曲にしたかったんだけど、みたいなことを。ああ、そうです。言われてます。なるほど。でも可愛いですよね。うん、だから曲自体も可愛くしちゃうと歌詞が不気味だからみたいなことを言われてます、ね。そうなんですよね。そういうことをいつも彼は考えてますよね。へえ。暗い歌を明るい曲に中に入れるとか。たかし君は怖い曲って言ってますね。怖いですよね。お客さんはこの曲すごい踊って弾いてるんですけど、歌詞は実はちょっと怖いですよね。めちゃめちゃ怖いですよね。で、逆立ちですね。うん、私シングル、こんなに残りはい、ね、これはね、多分書いてないと思う。書いてない。実はラジオのジングルだったんですよ。あ、そうなんですか。はい、書いてないです。書いてないですよね。バカナリアっていうラジオ番組があって、へー、バカナリアっていう曲だったんですよ。逆立ちすればがバカナリアだだだだだ、へー、初めて初めてです。バカナリアを。それなんかこう、曲から依頼があって、そうですね。作曲したみたいな。うん、そうです、そうです。へぇー。よく覚えてましたね、これ。すごいです。これなんかちょっとユニークで、穴が、7000シングルですけど、穴が開いてる。わかりますか？ TBS ラジオですね。へぇー。そうだ。これなんか満点もおしゃれですね。なんかこれ、何ですか？なんか、木ですね。木ですね。しゃれてますね。しゃれてます。シングルがね、この頃はね、そうですね、こういうシングルが出てた時代ですね。これは結構お金かかってるんじゃないですか。かかってます。穴が開いてる。これですね、はい、中央線が入ってて、こっちは中央線。こっちはですね、後に、だいぶ後に出たやつ。後に出たんですね。ソニーはね、そういうことするんですよね。ソニーは中央線、これいけるなみたいな。こっちはカップリングあるんですか、またこれこれで。あ、同じですね。あ、逆転してるんだ。そうなんですよ。何時それ知らなかった。これちょっとね、これは俺ないですね、持ってないです、これね98年8年後にすげえ、あとそうです、もう一回なんかこうシングルカットで出た再発的な、もしかして何かに使われたかなっていうやつなんじゃないかなと思いますけど、こういう CM とか使われましたよね、多分じゃないかなと思うんですけど、これはじゃああとでコメント欄で、はい、コメントでもらいましょう。そうですね、90、これがね、96年ですね、6年後ですね、なんか載ってますか、96年中央線、なんか使われたかな、記憶にないな、まあ、ちょっと保留にします、そうですね、ちょっと検証しました。すごいですね、 A 面 B 面が逆になるという、逆になってる、斬新。だから当時は私買わなかったし、はいはい、持ってるんで。そうですよね、てかアルバムにも両方入っていいし、そうですね、同じ音源ですからね、ただ入れ替えて例えばジャケット変えただけですから、ね、そうですね、全然気を使われてないデザインと、そうですね、中央線の写真、これさ、あ、本当だ、うん、こっちは何の変哲もない、はい、普通のですね、普通のあ、天の声が、中央線のインストバージョンを加えて再発売されたもの、
一応インストバージョンは加わってるそうです。インストバージョンって言ってもそれただのカラオケですよね。そうです。昔はカラオケバージョンって書いてありましたよね。うん、インストってそんな昔はなかった気がします。